どうも、尾崎豊にバイク盗まれたあの竜です。はい、今日も大学サッカー部コーチの一日、社会人リーグの日曜日編をやっていきたいと思います。6時20分に起床で、6時50分に学校到着です。この30分間はご想像にお任せします。試合のメンバー外の朝練が7時15分からあったんで、今終わったところです。はい、僕が担当しているカテゴリーの朝練が終わったので、今から寮に。まあ、うるせえよってことで、はい、寮到着しました。で、今日はですね、午前に群馬県2部リーグのネクストの試合があって、その後は、群馬県1部リーグの FC の方の試合に帯同していきます。はい、先にカメラセットして、はい、帰宅してシャワー。僕は、はい、背中で語るタイプですね。もう数々この YouTube では背中を見せてきました。危ねえ、危うくね、尻が見えてました。永田の尻がね、見える放送事故なるところでした。やった、最悪だよ。出っ張つ、電気の位置で間違いながら、だいぶ騒がしい、だいぶ騒がしく、結構急ぎ目で、はい、ガタンと。もうカメラも、はい、ちゃんと撮りきます。はい、結構ね、慌ただしい。下すぎてよくこいつやってますよ。何が全部嘘ついてます。なんて、いや本当は何だったの。俺何も言ってないんですよ、まず。いやいや、ガチナンバーで5番って言ったら、もう5番嫌だって言ってすごいな、もらえないやつだっていいんだよ、お前。おかしいよ、マジ。いや、マジっすか、マジっすもん。はい、そんな感じでやり取りしながら、マイクロバスとハイエースで、移動。もうコーチ陣はね、ゆっくり着替える時間すらもなく、うん、これ流す予定。え、いいしょ、いいんでしょ、別に。え、音入れんすか。音入るよ。え、そうだ。カードをお取りください。結構強めに怒られますかね、セブンから。で、これが昼飯になります。はい、英語風に言うとメッシオブ昼。え、お前午前中だよ、まだ。あ、やべ、ほんとだ、めっちゃヤンキーじゃん。はい、午前中にゴゴティのヤンキーがいたんで注意しておきました。ですね、はい、2部だとね、土グランドあるんですよね、県2部だと。ちょっと大丈夫、分かんない、ある程度始まるにあたって、やっぱこうやれることに関して感謝して、あとはまあ、ツーリーが、まあ、今年4年でも最後だから、まあ、そういう部分でいい風に締めくくりたいなっていうのは俺の思いだから、まあみんなもそこはね、あると思うんで、やっぱ誰かのためにやるのってやっぱ力はいるけど、まあそれがってやっぱちょっと大切だ。あとはここに来てないやつのためにもそうだし、まあ、そういうね、やりたくてもやれないやつの思いもあるから、ここにピッチ立ったやつがしっかり、100%、120% 出して勝てるように。アップはどのチームも選手が主体となってやります。はい、コロナ禍以降、試合前の写真撮影もソーシャルディスタンスを保ってます。で、試合の方負けちゃったんですよね、1、2で。はい、まあやりきれなかったって感じで強かったですね。まあでもそれも含め全部指導者の責任なんで、はい、結構責任感じて今から4年生チームの試合へ向かいます。で、到着と。はい、これ僕いないんですけど、はい、もらいました。はい、敵になる。はい、はい、頑張って。選手たちを送り出してます。はい、頑張って。ガチ、なんでパーなんで。オッケーよー。はい、頑張れ。はい、はい、頑張って、気をつけてね。まあ、そんな感じで、はい、僕は前半30分に着きました。永田がね、ついてから流れが変わったって言われてます、このゲームは。閉められたタイミングが高いっていうのは、遅れたタイミングで裏取ってるとか、そういうのがないんで。あ、出らんねえか、ごめん、勝ち気だ。はい、後半22分、フリーキックのチャンスを沈めました。
はい、外して試合終了です。 1-0 の勝利です。はい、出迎えです、選手たちを。おい、おい、お疲れ、お疲れ、おい、おい、ちょっとね、長田がうるせえな、これナイス、ナイスキーパー、お疲れ、お疲れ、おい、おい、おい、お疲れ。みんないい顔してましたね。一生懸命やるっていうのが意外に大事っていう、なんかその1年生とかフレッシュでそういうのやるけど、4年になってんだったらそういうとこやるっていうのはやっぱ大事、やっぱそういう姿勢見れてるの俺も嬉しいし、まあこの代は思い出が一番あるじゃない、あのしっかり負けずに終わる、勝ち切るっていうところで、また来週も継続して勝ち点取りましょう。 OK、うん、なんかありますか。やっぱ4年生がこういう風にね戦ってくれると、じゃあそうや、こっちも嬉しいですね。ね、今までありがとう。期待したくないんで。楽しみ。あと2試合勝ってください。お願いします。3試合。お願いします。お前も言いたい。人に物を頼む態度じゃない。もう一回お願いしてくんない？まあ、みんなで揃うこともないと思うんで、うるさいです。悔いのないように頑張ってください。逃げるやん。やめろよ。まあ、もう一回みんなでやれるように。はい、撤退、今から、はい、学校へ戻ります。なんか臭くない？群馬たまに臭いんですよね。牛、牛、牛、牛です。車内ではだいたいカラオケですね。はい、で学校到着と、わざわざ後輩に、後ろから撮影してもらってます。はい、ハイエースのガソリンを、はい、今から入れに行くのも僕らの仕事です。何か切る、はい、あ、ちょっと待ってください。給油攻撃、はい、すいません。ナイス、はい、大して持ってないナイスを。あれ、あ、じゃないですか。長田のナイス安いですからね。大体ナイスじゃないことナイスって簡単に言いますからね、僕。すみません、ご苦労。ご苦労は本気かもしれない。はい、もう何回何回もね、格好来てますよね、もう。カードが挿入されていません。長田でいいですか。いや、怒られてよ。怒られるんですよね。カードがなんたらって。そう、カードがなんたらって車に。仕方してね。え、か。カードが挿入されてる。ああ、送られてないです、送られてない。あ、違う、はい、違います。親切なんで、こいつ。うん。寮の食堂に到着して、キャベツ、ヨーグルト、バナナ。で、今日はですね、日曜日なんで、カレーの日です。日曜、毎週日曜日はカレーです。米。米。食い放題です。はい、カレー。はい、なかなかね戦ってくるカレーでした。だいぶね盛り付け荒いけど、帰宅と。もちろんカメラをセットして帰宅して、この荷物が届いてることも知ってます。はい、演技力です。演技力に乾杯。はい、安田さんからでしたね。安田さんからシューズ、練習着、サッカーパンツ、ソックスを、はい、ご提供いただきました。ありがとうございます。はい、シャワー、青汁タイムです。一息ついてからこの時間に出発と。背番号同様、いつもこういうロッカーは19番をもらいます。で、今日はね、しゃぶしゃぶを食らいに来ました。とりあえず勝利っていうことで、お疲れ様です。勝利の乾杯を。後輩とはね、絶対この格差乾杯、はい、これお決まりです。覚えておいてください。これマストで格差乾杯。はい、はい、だいぶ戦える店でした。で、なんか飯よく戦えるとか僕言うじゃないですか。まあ、世の中ね、戦えるか戦えないかの二択なんで、まあ、できる頃なら僕は戦えるという前者でありたいです。はい、夜中のドライブですね。結構定番です。男3人があいみょんを熱唱する回です。もう誰も傷つけないですね、これは。はい、安定のトライアルにお邪魔して、寝る前に今日溜まった洗濯物干します。はい、歯磨き。血が出るまで擦りました。はい、長い一日が終わりました。寝ます。やっぱりね、指導者って本当に好きじゃないとできない仕事だなってつくづく感じますね。拘束時間長いし、犠牲にするものが多いし。電気、はい、間違えました。いつもね、左側にやるのに右側にこう頑張ってる。あ、まあそんな感じで、チャンネル登録、高評価で応援の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。